つの終わりはハートが風になびいてふわりと漂う季節。18時の電車ではもう彼のうつむく顔が窓に映るようになる季節。それはあの子がお誕生日のろうそくの揺れる火を全部全部吹き消す頃。夜の肌がもうあの熱をそっと振り向いてしまう頃。羽たちがもうバタつかない頃。幽霊たちの消えてゆく頃。それは放課後の魔法が消えてゆく頃。それは放課後の魔法が幽霊たちの消えてゆく頃。それは消えてく。